はい、皆さんこんにちは、村長です。今ちょうどですね、2020年夏のユージャムフェアが開催されておりまして、7月5日までなんと 50% オフということでしてね、今まで7本のユージャムバーチャルシリーズを持ってたんですけれども、今回はプラス2してですね、スパークルというギターのバーチャルギタリストと、そしてドラム、ファットというね、ドラムを今画面にあるように購入しました。そして今日はですね、簡単に、まあおさらい的にですね、この2つのドラマーとギターのですね、解説をしてみたいと思います。村長ミュージックスタジオ。まずはドラムを入れたいと思うんですけれども、ドラムはですね、こうやってここを押すと、で、ドラムスタイルは変えていけます。まあ、こんな感じでいいかなと思いましたらですね、ここの鍵盤の上の方をドラッグするとミディが入力されるんですね。こんな感じです。そしてですね、あとはフィルを最後に入れておきましょう。こんな感じで、まあ、重なったところは同じ音となるので、まあ、このまま重ねた状態ででもいいと思います。ではどんな感じになったか聞いてみたいと思います。はい、こんな感じでですね、さっさっさっと、まあ、入れていくわけですけれども、もちろんもうMIDIになってますので調整はいろいろできるんですけれども、このファットの中ででもですね、スネアを強調したりとか、リバーブをかけたりとか、そんなことも簡単にできるようになっています。バランスを少し変えてみたいと思います。まず、キックの音から。キックも種類が4つあります。これ軽いキックになりましたね。まあ、今回はこの D がいいですね。じゃあ次はスネア。これも D が好きかな。ちょっと落としておきます。次はハイハットですね。これも。まあ元がね、ちょっとバランスよくできてますので、まあこのままでもいいんですが、こんな感じでですね、いろいろ変えて、ドラムキットも、まあ、こんな感じに、変えていけてですね、こういろいろミックスが。こんな感じにドラムの方をですね、いろいろ音作りもできるし、まあ音まで気にしないで、さらっとプレデンしてしまうような時には、これで、そのまま簡単にも使えますし、音を作り込んでいったりすることもできるという、初心者にも上級者にも優しいクイックリーなソフトウェアになっています。そしてスパークルなんですけれども、スパークルの方は左の画面なんですが、
まずは、こう、ミディをですね、準備します。C4 の領域以上の2オクターブ半のところにですね、画面下にあるように、ミディの和音を打ち込みます。そして、もう、あとは鳴らすだけなんですけれども、ちょっと聞いていただきましょう。こんな感じで、そして、スタイルを切り替えていけます。このように、大体の雰囲気ができたらですね、そしたらここに、スタイルフレーズというのがあるんですけれども、鍵盤で言えば C3 の領域なんですが、この領域に、11個ですか、の音があるわけですから、これがファンクスタッフという、これのですね、中身で、よく似たフレーズがここに指定できるわけです。もちろん今、このユーザーインターフェースを触ってますが、ミディでですね、例えばこれでしたら E の3の音をこのミディの下のですね、ピアノロールに C の3の棒を引っ張るだけでですね、指定ができます。ちょっと選んでいくために、じゃあこのファンクスタッフ、この中からいろいろ鳴らしてみます。こんな感じにですね、選べますし、左のですね、C1 から C2 の2オクターブ。ここはですね、コモンフレーズといって、こういうバッキングでよく使うであろうフレーズがここにありまして、ここを指定すると、今さっきのファンクスタッフとは全く別にですね、パターンを選べることになります。こんな感じにですね、フレーズを選べて、そして画面の半分下ではですね、いろんな音作りができるということです。ちょっと聞いてみましょう。コーラス入れてます。では最後にですね、ファット、ドラムとですね、スパークル2つを同時に鳴らしてみたいと思います。
ということで、僕はこの半年ぐらいですね、ユージャムにとってもなんか惹かれてしまって、早くプレゼンをするのにですね、最高のツールだと思っております。DTM の生徒さんとか、うちのひまわりとかも、こういうね、ユージャムを徐々に導入していって、素早く楽曲を構成するというようなことを今勉強中です。皆さんも、ユージャム、また触れる機会があったらですね、30日間は無料でお試しもできますのでね、一度使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。もちろんオートメーションがいろいろ効きますので、かなり複雑なこともできますし、また前乗り牛の乗りというようなですね、プロが気にするような、そうですね、10ミリセック、20ミリセックぐらいのですね、細かなニュアンスというか、表現できるということで、とっても僕も気に入っています。村長でした。